宮川香里さん、宮川かやま大正5年5月20日は、日本の陶芸家。明治時代の日本を代表する陶工。高浮彫り、ねかずら焼きの創始者、提出義芸員。二代目、宮川かやま、宮川半之助は養子。海外では、マクズ小山としても知られている。高浮彫りの葉と大か高浮彫り、花瓶高浮彫りから、作風を一変させた。 作品香山は、天保13年、京都のマクズ原に投校サメカズラ、宮川長蔵の4、男として生まれた。陽名は虎之助19歳の時、父と兄が亡くなり、投校の家を継ぐと父が生前朝廷用の茶器を製作し、香山の称号を受けていたため虎之助は初、大光山の名を名乗り父の得意とした、色絵陶器や磁器などを製作。 その腕は評判及び、慶応2年、25歳の時、幕府から御所見能の,の品を依頼されるまでになった。明治3年、29歳の時、薩摩の御用商人、梅田半之助、実業家、鈴木安兵衛らに招聘され翌年、横浜に輸出向けの陶磁器を作る工房、サネカズラ用を開いた。しかし、 当時の関東地方には陶磁器を作る土がなく、有名な工房があるのは、京都や中国地方などに集中していたため、この地に工房を開くのは、かなりの苦労を伴う事業だった。香山は当初欧米に流行していた、薩摩焼を研究していくつもの作品を制作。この工房の作を、サネカズラ焼と名付けて輸出したが金を多量に使用する、薩摩焼は制作費に、 多額の資金を必要とするため、かやまは、高浮彫りと呼ばれる新しい技法を生み出す。これは、金で表面を盛り上げる薩摩焼きの技法を、金の代わりに精密な彫刻を彫り込むことで表現した、もので、薩摩焼きの技法に代わる、新しい表現方法を確立した。かやまは、より細密な表現を身につけるため庭に高や熊を、飼うまでし、明治9年。 35歳の時、高浮彫りで作られたサネカズラ焼きは、フィラデルフィア万国博覧会に出品されると、多くの国に絶賛され、サネカズラ焼きと、宮川香織山の名を世界に知らしめた。明治29年6月30日には、提出義原因を拝命。ところが後に高浮彫りは、生産が難しいだけでなく、精度を上げるほど完成まで何年もの時を必要と、 する生産効率の低さが問題化することになる。これに対処するため、香山は、以後、作風を一変。釜の経営を、養子の宮川半之助に任せ、自らは、新潮の時期をもとに、釉薬の研究、誘拐彩りの研究に没頭し、その技法をものにした。この技法で新たな魅力を築いたサネカズラ焼きは、その後も、輸出産業の主役の一つとしてもてはやされた。 大正5年、死去。去年75。サネカズラ・カヤマジ製造所の同伴が、横浜西大田の釜は、横浜大空襲で全焼した。初代宮川孝さんには、男子はなく、宮川香織山の名は、養子の宮川繁之助が二代目を継承した。また、初代の女性に、宮川常介があり、初代、二代目と共に、サネカズラ用の運営にあたり、 鎌の事務などを担当していた。1941年に二代目が死去し、二代目の長男宮川くずのタスクが三代目を継いだ。三代にわたって高い技量で名声を得たが、三代目は1945年の横浜大空襲に罹災しよう。家は全焼、三代目と家族、職人計11名が死亡した。宮川家では三代目の弟、 宮川智之助が平塚市に疎開しており、南を逃れ、戦後智之助が四代目、宮川香里さんを名乗り、釜を起こしたが、作品の復興はならず、四代目の死をもって、サネカズラ焼きは廃用となり、香山の名も絶えた。江戸時代の宮川長蔵以前に分かれた、本家筋のサネカズラ、宮川光際家や、初代の弟子筋にあたる釜本などが、 河野寺のついた号を名乗り、香山の生命を伝えている。サネカズラ焼きの作品は、東京国立博物館、東京国立近代美術館工芸館、三ノ丸直お倉館、千億博古建などに、それぞれ数点所蔵されているが、食産工業の一環として輸出用に作られた作品が多いため日本国内に残っていた作品の数は限られていた。 しかし1960年代後半から田辺哲人が、サネカズラ焼きの研究を始めて海外から作品を、精力的に買い戻しており、多くの作品が日本に里帰りしたことで、明治期の陶芸の研究が急速に進み、たびたび美術系のテレビ番組や、美術史に取り上げられるまでになった。 現在では、サネカズラ焼の研究と収集の第一人者と呼ばれるまでになった田辺が収集した近代輸出当時期のコレクションは約3000点に及び、神奈川県立歴史博物館に帰宅されたコレクションのうち、サネカズラ焼は10点ほどが常設展示されている。2016年2月には、宮川香織山の没後100年を記念して、 約150点のほぼすべての出展作品が、田辺コレクションからなる、没後100年、宮川か山展が、サントリー美術館で開催された。田辺に次ぐ、収集家としては、山本博士がおり、資料性と質の高いコレクションを形成しており、山本コレクションは、宮川か山マクズミュージアムで、常設展示されている。2016年3月には、 山本コレクションを中心に構成された世界を魅了した陶芸家宮川香山が岡山県立美術館で開催された。また吉祥安美術館にも多くの香山作品が収蔵されており、2016年2月には日本橋三越本県にて同館所蔵品が転換された。この他台湾における大規模な日本工芸コレクション、 そうつちかコレクションにも、か山の作品が含まれており、2016年9月から2017年6月に、かけて開催された同コレクションの展示、驚きの明治工芸展にて、か山の時期作品が公開されている。なお、横浜市南区三春台にあった釜跡は、数年前まで、三春台震坂の途中に、さらちのまま残され、釜跡を示す石柱が立っていたが、 現在は、建て売り住宅として開発されになり、石中は撤去されたまま行方不明になっている。活有が二丁布台付けば窒庫を覆う布と、縄まで時期で表現された1910年から1915年頃の作品。ありがとうございます。